トロムスオフィンマルク県は、北、ノルウェー最北端の県、地域である。県南は、ヌールラン県と接し、南に、スウェーデンのノールボッテン県、フィンランド、ロシアのムルマンスク州、ペチェングスキーと接する。面積は74,829.68、軽平方メートルであり、ノルウェー国内で最大の面積を誇る。人口は243,311人である。 ノルウェー地域改革が2017年にノルウェー立法府ストーティングで採用され2020年1月1日にトロムス県とフィンマルク県が合併。現在のトロムスをフィンマルク県となった。また、この時、ヌールラン県に属していた自治体チェルスンはトロムスをフィンマルクに移された。なお、旧トロムス県と旧フィンマルク県の両者とも 選挙区については合併以前と同様である。合併は現地住民にあまり受け入れられておらず、特にフィンマルクにおいてこの傾向は強い。合併前にフィンマルクで行われた住民投票では約87%の住人が合併に反対した。また既存の検証を2つ用いる唯一の県である。トロムスオフィンマルク県の名称は3つの言語に、 公式の表記が存在する。ノルウェー語、トラウムズ OG フィンマーク北部サーミ語、ロムサ JA フィンマーク、クベン語、トロンサ JA フィンマークとロムスオフィンマルク圏は、合併した旧トロムス圏と、旧フィンマルク圏の2つの名前から構成されている。オアノルウェー語の接続詞の OG であり、英語のアンドにあたる。2018年2月15日に、トロムスオフィンマルク圏の名称は、 合併に関する合意書の中で発表された。トロムスとフィンマルクの両地域はバードオスレーンに中世後期から17世紀半ばに分割されるまで属していた。元来はベルゲンフスレーンの海区分であったが1576年に主要軍の地位を獲得した。1662年からバードオスアムトとなる。1680年バードオスアムトは ヌールランアムトに組み込まれたが、1685年に分離し、現在のフィンマルクに相当する地域が完成した。1787年、ヌールランアムトにあった、現在のトロムス地域を含む地域がバードースアムトに移された上、地域名はフィンマルケンスアムトに変更された。百四十四年に、現トロムス地域は、軍の地位を獲得し、トロムソアムトとなり、 トロムソとフィンマルクに地域の教区知事が置かれることとなった。1918年にはこの区画配置は廃止され、トロムス県とフィンマルク県がそれぞれ誕生した。2020年1月1日に両県は合併した。合併については下記を参照。トロムス県とフィンマルク県の合併は地域改革の一環として行われた。この改革はノルウェーの 現首相エルナ・ソルベルグ内閣の政治プロジェクトの一つであり、19県を11県に再編するというものであった。改革についての通達は2016年4月5日にストーティングで発表され、翌年2017年6月8日に改革が決定された。しかしながら、フィンマルク県では合併に対し反対の声が上がった。実際に、 合併前の2018年5月7日から14日まで行われたフィンマルクの住民投票では約87%の住人が合併に反対した。2018年2月14日、トロムス県とフィンマルク県の拡大表者が2県の,の合併の合意のためにオスロのガーデーモンにあるオスロエアポートホテルに集結し、翌日の2月15日16時に交渉が締結された。 クバルスンの山並アルタのアルタフィヨルドトロムスオフィンマルク県は、ノルウェーで最も北、そして東に位置する県である。また、ノルウェーで最も大きな県であり、最も人口密度の低い県である。ノールカップのクニフシェロッテンがヨーロッパ最北の地とされることが多いが、実際は、レーベスビューのノードキン半島のノールキン岬がヨーロッパ最北である。 またノールカップ基礎自治体のホニングスボーグは世界最北端の都市であると主張している。また、バードーはノルウェーで最も東に位置する町であり、イスタンブールよりもさらに東にある。海岸線は広大なフィヨルドにより、不規則な形をしている。北部の沿岸部では、ノルウェーで最も大きい規模の海鳥のコロニーを見ることができる。一番大きいものは、モゼーのイルムスヤのコロニー。 そして、ノールカップ基礎自治体のギエスバースタペンのコロニーである。最も標高の高い場所は、ルッパに位置する45平方キロメートルの面積を持つオックスフィヨルド氷河の頂上である。フィンマルクの中央部と東部は、基本的に山岳地帯が少なく、氷河はない。ノールカップ伊藤の土地は、大抵が300メートル未満である。バレンツ海に面した、不毛の沿岸地域、 フィヨルド地域、渓谷、樹木の生い茂る地域もあり、様々な自然が見られる。県の約半分が森林限界より上に位置し、残り半分の大部分はカバノキの一種である、低いヨーロッパだけカンバに覆われている。最も緑の多い地区は、アルタ地域と棚川周辺の渓谷、東側ではセルバラのパスビク渓谷の定置地,地域であり、 この地域にある松とシベリア頭皮の森は、ロシアの大河植生の一部とされている。この渓谷は、ノルウェー国内で最もヒグマが住んでおり、またマスクラットが生息する国内で唯一の場所である。大山猫とヘラジカは、フィンマルクの大部分に住んでいるが、沿岸地域では稀である。ありがとうございます。